っても恋愛に対して前向きになれない人とかが、あ、恋愛できると思う。いろんな、なるほど。ああ。ちょっとドキドキするね、この会話。大丈夫かな。え、二人はどうやって出会ったんですか、みなさん。はい、私はですね、マッチングアプリ。おお、やばい。知り合ったんですけど、でも、マッチングアプリというよりかは、暇チャットっていう、なんか、暇な、本当に時間が空いて、暇な人がするアプリで知り合って、あ、聞いたことある。なんか割とそういう夜の関係を探してる人たちがやってるみたいな。それはなんか公式にそういう風に歌ってるわけではなくて、はい、そういう人たちが使いがちみたいな、はいはい、公式は出会わないアプリ暇チャットです。やってるやん。それで出会った。それで出会って、ああ出会った時はあっち沖、私が東京にいて、うん、沖縄に出稼ぎに行って、出稼ぎ、はい、あのレンタカー屋さんで働いてて、うんうん、1ヶ月間会えない時間を LINE と電話でずっと毎日してて、うん、もうこの人になら障害のこと言ってもいいなって言ったタイミングで言ったら、たまたま元々大工やってて、俺が家をバリアフリーにしてやるみたいな。今全然そんなことないですよね。そんな感じじゃないですけど、はい、結婚するとね。俺がバリアフリーにしてやるってかっこいい。そう、かっこいい。俺は海賊王になるぞじゃないですか。すごいですね。で今はまだバリフリにしてもらってない。ああ、そうですね。バリフリにしてもらってない。ああ、そうか。いや、すごい、ね、素晴らしい。なるほどね。いや、本社はどうですか。私は友達のその頃マッチングアプリまだなくて、はい、っていうか有名じゃなくて、はい、友達の紹介で出会ったんですけど、けど友達はあえて言わなくて、私は障害を持ってることを自分で言いなさいと。なるほど。言ってよ、もう友達。でも、まこちゃんとか、皆さん積極的ですけど、うんうん、私、もうすごい消極的で、うん、この中にもいらっしゃるかもしれないんですけど、恋愛ってなると本当怖くて。やっぱり今まで、じゃあ紹介で出会いましたって言って、うん、あ、無理だって逃げられたこともあったんで、それのトラウマで、怖くて。でも、まあ、メールして、うん、じゃあ会いましょうってなるじゃないですか。うん、直前で、前日か。もう全部私の全体に写ってる友達の写真を送って、私はこういう障害で、でもこういうことができますって長文で送って、で、これを切れてくれるなら明日会ってくださいと。で、少しでも気になるんだったら、もう全然いいです。気にしないでくださいって言って、今までありがとうございましたっていう感じですよ。そしたら、向こうが途中で知ってるよって来て、なぜってなったら、その私の LINE のタイムラインにちょっとなんか歌を出してますとか CD とか出してて、え、この子ってってなって調べて、で相手は知らなかったんですよ、私がそういう活動をしてることを。で調べてネットで出てきて、あ、こういう障害持ってるんだっていうのを知ってたみたいで、であえて俺から言うことではないと思ったから言わなかった。かっこいいってなって、あ、じゃあこの人もしかしたら会えるのかなって言って、で全然会うよって言ってくれたんで会って、でそれが自然体で、あ、なんかこの人違うなと思って、でもチャラかったんですよ、言動が。言動が、例えば家行きました、まだつけてないでしょ、うん、お風呂入ってくるね、あ、行ってらっしゃい、一緒に入るとか、バカなのって付き合ってないじゃん、冗談でしょ、冗談でも、なんか普通に付き合ってない女に入れちゃうんだなみたいな、あ、誰に入れちゃうのかなっていう、チャラさを感じちゃってて、消極的だったんです。なるほど、ネガティブに考えちゃう。だから、あ、じゃあもうこの人はないなと、多分私のこともそんな風に思わないんだなと思ってて、絶対私は騙されないと思ってたんです、だからこそ逆にもう素を出せちゃったっていうのもあって、私もさらけ出せちゃって、でも抱っこしてもらうことも普通だったら躊躇してしまうけど、あ、お願いみたいな、もう友達感覚で素でいて、はいはい、そしたらだんだんとやっぱりいいなと思いできちゃって、なるほど、せっかく出会えたし付き合えたらいいなと、そしたら相手も思ってくれてたみたいで、
で相手が言ってくれてお付き合いする、うん、へーすごい、うん、でもなんかやっぱりなんとなく消極的な人の方が多いのかな、なんかその障害を持っている人たちは、うん、思います。ポジティブさがどうしてなれるんだろうと思うぐらい消極的な私は、うんうん、そう、もう皆さんなんかね発信もしてるからなんとなくもうバレちゃうみたいなこともあるもんね。いやでも逆に発信者だから付き合ってくれるのかなっていうのはあるんですよ。ああ。芸能人とかでは言わないけど、でも付き合ったら自分のことも言われるんでしょみたいな感覚がやっぱりどうしてもあるから、確かに。だからそういうのでも大丈夫みたいなのは逆に発信しててあるね。なんかもうマッチングアプリについていたらもう出していった方がいいの。それすごいいいアイデアです。私も初めやったことあるけど出してた。出していく。すごいいいアイデア。めんどくさくないその方が。だって分かった上で言う、なんか車椅子なんですかって来る人とかもスティービーで3つ目でこんにちは車椅子なんですか、写真の通り車椅子ですよみたいな感じで、でもそれでも普通にあそうなんですねみたいな感じで会話が成り立ってて、会いますかじゃあ会いますかになってた。なるほどね。まあ出す方が、まあ後で説明するあれがなくていいっちゃいいのかな。なんかあみちゃんが最初ねトラウマでって言ってたんやんか、これと同じで、アプリで障害を出さずにやり取りをしてて、こっちがいいなって思っても、まだその自分の障害を言ってなかったら、言ったら離れていくんだっていう心配が、もあって言えないし、それで、ね、なんか言っちゃってからの方が、そっちの不安は減るかなって。なるほどね。やっぱりじゃあ最初から出してる方が。最初から出してる方が、いいですね、出してる、出してる情報を見て、いいねとかしてくるわけだから。なんか逆にその出せない人の気持ちってどういう気持ちなんですか？なんかもう誰から来ないんじゃないかみたいな、みたいなのもあるのか、あるわけで、その見た目じゃなく中身で知ってもらえたら別に車椅子でもいいって思ってくれるのかなとか、ああなるほどね。逆にもう見た目でダメってなったらもう中身知ってもらえないじゃんみたいな感じがあるんじゃないかな。そう、異性の友達はできるけど、なかなかそれ以上に発展しないという方も中にいらっしゃる。友達から彼氏になることが分かんないんだよね。なるほどね、だから、まあ、よく同級生、元は同級生でした、なんか来ますね。で、なんかこうちょっと年を重ねてロボットに急にこう恋愛関係になりましたか、分かんない。だから基本初めましての人しか恋愛できない。おお、そうなんだ。そう、男女の友情があり全然ない。そうだ、だって石塚さんに裸取ってもらってるしね。いや、なんでここで言ったら分かんないですか。ちょっと待って、話全然違うくらいですよ。恋愛感情とかないからね。そうそう、一回取らせてくれる。ホテルの部屋で二人きりで裸の写真を撮られても別に、どういう俺が撮らしてとか言ったわけじゃないから、なんかこういう写真使いたいからっていうことでね、なんか変なこと言うなよ、それは。フォトグラファーなんで、お仕事のね、フォトグラファー、なんかみんなすごい目で見てる。最初の頃と違うみんなのとか、もうこっち見れなくなってきた。ない人とはもう私はもうずっと友達で、なるほど、逆にね、そう、だから初めましてで、あ、この人男として見れるなっていう人は、じゃあどうこう気づいてその手は何で気づいていく。でも俺が告白するのは大変。あ、告白されるの、させる、あ、させる、すごい、させる、させる、そうですよ。だからできなくなっちゃう。頑張ってなっちゃう。どうしました、大丈夫です。パパできなくなっちゃう。もう私が言っちゃう。溢れ出ちゃう。咳が溢れ出ちゃう。ので最後のまとめいきます。はい。浮気は許せるのっていうところでちょっと話を一
だと思いましたあ、でも昔やっぱ若い頃はあって浮気をして、だ携帯を見て、うん、彼氏が寝てる間に携帯を見たら、うん、なんかまだそのガラケーの時だから、そんなパスワードとかもしっかりしてなくて、うん、でもメールにはないの、うん、でフェイスブックのメッセンジャーがあった時から、その時でメッセンジャーに行ったらあったわけよ。で、会ってますみたいな、チッチッチみたいな感じで、おーって思って、でもやっぱり許せた、一回は。えー、そう話したの、そう。一回私は泣きながら家を出て。何それ。高校生の時は。話したね、なるほど。でも、だから一回許せたけど、でも結局なんかよぎる。ってのがあるし、まあ、でも今になってはそもそも携帯を見るべきものではないと思ってるし、まあ、いいことないよね。そう、いいことない。確かに。でも今の人は浮気しないなって思ってる。なるほどなるほど。あ、なるほど。お岩は浮気するかもしれないけどすごいこと言ってる。でも同じ人を一生は愛せない。まあなかなかね。だって今までいろんな人と付き合ってきた時にさ、違う人を、うん、これから好きにならないなんて私は無理。だってね、みんなと出会ってるわけじゃないですからね。そうそう、新しく出会う人もいるかもしれないからね。なるほど。どうですか、浮気は。はい、私は生まれなければいいと思うんだけど、うん、はい、浮気をもしされたら、はい、あのこっちに至らなかったんだな、至らないように なるほどなって思っちゃうかもしれない。へ、うん、例えば、なんか私といても面白くなかったのかなとか、最近ちょっと冷たかったしなとか、うん、なるほど、自分の疲労感が面白くなかったから、うん、他にエンクしちゃったんだろうな。わあ、なるほど。いかがですか。私もまこちゃんタイプで、はい、一生この人を愛し続けるっていう覚悟がない、うん、し、いやだ、私はしないですよ。結婚式ででも言われなかった、していますかっていう、あのおじさんの前で。まだ結婚式あげてないんで、これからも。あ、これからね、うん、はい、大丈夫。大丈夫ってどういうこと。バレるのが罪だと思っているので。なるほど。本当にそれこそ浮気とか不倫とかするんだったら、うん、墓場まで持っていけよって。なるほど。旦那にも言ってますし、自分にも言ってます。自分にも言ってるないですけど。あ、はい、まあそういう感覚ってことですね、はい、それは旦那さんもそのそういう感覚であるっていうのは共有してるんですか。いや、旦那どう思ってるんでしょうか。あ、話したことない。真剣に私がパーって言っていいみたいな、いいよっていう。なるほどね。もしかしたら隠れてしてるかもしれない。まあ ね、いいってことだもんね、はい、バレなきゃね、うんうんうん、バレなきゃね、バレなきゃね、はい、はい、すごい、まっすぐな目で僕言われる。バレなきゃね、はい、わかりました。どうですか。私は嫌です。嫌だ。嫌です。いい。私嫌です。すごいな、皆さんと思って。おえ、なんか私は浮気するんだったら先に振ってって思う。ああ、なるほど。そっち行こうとしてるんだったら、じゃあいいな、振って、うん、そっち行きなって、うん、で、そっちで、あ、やっぱ俺違ったなと、うん、やっぱりこっちがいいなって、じゃあまた告白してきなさいってなるじゃないですか。で、それで、戻りたいってなって、告白してきてくれて、こっちがいいよってたまたまお付き合いできればいいし、ああ、で、同時に付き合おうとしてるの。どういうのが浮気そう、浮気もすごいだけど、私はでも、うん、バレたら困るって思ってる連絡のやり取りの時点では私は浮気だと思っちゃってて、でもだって玉木宏から宏がやりましょうってやりましょうやりましょうやりましょうって、まあ、わかんないですけど、デートにしましょう。デートの誘いが例えばそれだったら言います。ああ。こうやって連絡来て、ご飯行ってきてもいいってどうしても行きたかったら聞けばいいじゃないですか。その隠れてやるっていうことが浮気だと思っちゃうんですよ。ああ、なんかオープンにしようよ。オープンにしてたら何でもしていいってことでもない。で、それで、その例えば、じゃあちょっと何々からご飯行こうって来たので、行ってきていいって言われて、うん、
私がいいよって言ったらもう自分がいいよって言っちゃったわけだから、うん、何されても別にね、責めれるしねえけど、まあ、だからでも言われたことでその話し合いにはなるかもしれないってこと。ご飯行っていいってでも言われたらなんで行きたいのってなりますよね。でもで行きたいの二人でって思います。有村架純から誘われたって。そう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 。それはなんか聞きたいの。そしたらどこにお金があるのって。架純がでも全部出してくれるって。だったら多くもらってきません。だったら私も行きたいってなる。ああ、確かに。二人で行きたい理由ってまた違うよねって。なるほどね。なぜ二人がいいの。ってなりますよ。なるほど。私は多分無理なんですよ。なるほどね。いやまあこれはそれぞれの価値観ですし、ご夫婦間の取り決めというか。結婚したらお金が発生しちゃうと思うんで。なるほど。そうだね。そう。だから、うん、不倫、なんかお互い今夫とも言ってますけど、もしだからある程度芸能ニュースとかで不倫とか、うん、もしどっちかがなったら。うん、もう一人はいくらでとか、子供に合わせんとか、そういうのをもう話し合ってます。なるほどね。なんかまだ一応結婚してない2人に言うと、なんか最近って結婚前の契約みたいなのが流行ってるんですよ。婚前契約、これはあの口約束じゃなくて弁護士さんとかを入れて、俺こういうことすると浮気ですよとか、でだから月に1回は他の人とデートしていいですよ、例えばですよ、みたいなことを決めておくっていうと、なんか浮気云々だけじゃなくて2人の価値観をすり合わせることができるから、何かあった時にこれ契約したでしょっていうのがいい。ありがとうございます。え、何がですか。結婚何年ですか。結婚10年ぐらいですよね。一回もなかった。一応僕ら付き合ったのが20歳ぐらいなんですよ。今21なので21年ぐらい一緒にいるので。21年同じ人。いや、結婚しますからね。なんか何にもなかったの。え、何ですか。え、本当に何一回もない。何がですか。あるほら。いやいや、そのYouTube ですよ。いや、なんかいろいろありますから、その別れようかみたいな時もありましたし、結婚してから別れようかみたいな話をしたこともありますし、浮気とかじゃなくてね、ちょっといろいろ理由があって、うん、まあ、でもそうなんだね。まあまあまあ、あるんだよ。まあまあ、20年間もいろいろありますよね。それはそれはいろいろ、その価値観も変わって、まあ、子供ができるとまた価値観もちょっと変わるし、うん、関係性も変わってくるから。元気だもんね。元気。ちょっと待ってください。変に話つながるからその、あの裸取ってもらった後の元気だもんねとか来るとか、そのやめて。完全に結婚した後のその何風俗とかそういうのあるよね。ないですか。それは女の子が。でも問題あるじゃないですか、というのも、だからそのレスを続けて、なるほど、この前ちょっとドラマもやってたけど、うん、レスを続けてるのは、それは相手だってかわいそうだよってなるから、うんうん、三大欲求の一つですかね。そうそれはそれは OK にしよう。えぇ、ー、なるほど。私、病気もらっちゃうかもしれない。ちゃんとつけてきてねっていう。つけたからって言って、できないと限らない。そうですね。まあ、お互いのね、お互いのあれですから、その、そう、みんなにそうしてほしいっていうことではないから、うん、できたら私としてほしいけど、うんうんうん、物理的にできないかもしれないから、でもやったことないんでわかんないですけど、うん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 、できなかった時に、私じゃないとできないわけじゃないから、はいはいはい、そう、だから、言ってくれたらいいな。なるほど。まあでもなんか、うん、いろいろ、まあ、僕の男性の友人に聞くと、まあ、そういう家庭も結構あるかな。うん、本当は嫌やけど、本当は嫌やけども、致し方ないから。まあ、ね、結構今って店じゃなくて、マッチングアプリが流行ってるからこそ、あ、なるほど、奥さんに内緒で出会って、パンチやって、終わりまでな、内緒でやってるっていうのが、友達の会社でいるっていう。なるほどね。知らんという店に行ってもらった方がいいな。あ、まあ、それはあ、そういう考えでしょ、ね、感情がないから、そっちの方がまあなんかいいのかなと思って。それはありますね、うん、みたいですよ、皆さん。はい、ありがとうございます。という間にでももう時間も切れてしまいまして、はい、なんか一言ずつじゃあちょっと感想をいただきたいなと思いますけれども、じゃあ、まこさん最後しましょうか。はい、あ、
はい、ね、なんかいろんな意見が、ね、あって、いろんな価値観がやっぱ女子によってもいろんな、されたくないこととか、私はこれは OK みたいなのがいっぱいあって、すごい楽しかった。はい、ありがとうございます。はい、また機会があれば、こういう場をいただけたらとても嬉しいです。はい。はい、ありがとうございます。アドミンさんでした。はい、ごめんなさい。普段できない会話をこういう声のハンディートークっていうのの声の辛さを聞くに石塚さんがまとめてくれて、まこちゃんが目を突っ込んでっていう反対感っていうのを本当に皆さんの前でできて嬉しかったです。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、皆さんお願いします。皆さん、ありがとうございました。この場に呼んでいただけたことがまず嬉しかったのと、あと、こうやってね、皆さんとトークさせていただけて、なんか改めて、夫と出会った頃の初々しさをね、思い出したいなっていう気持ちにもなりましたし、あと、やっぱ恋愛の価値観って、本当みんな違うんだなっていうのをすごい感じたので、なので、こんな私でも一人の男性と出会えたから、だからね、いろんな人に消極的な人がもし私みたいな方がいたら、もう自分のそのチャームポイント、自慢できるものはたった一つでもあれば、それを生かしていってほしいし、そうすればそこに、ね、目を向けてくれる人は必ずいらっしゃると思うので、みんなでハッピーになりたいなと思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まこさん、いかがでしたか？いや、楽しかったですね。楽しかった。楽しかった。うん、なんか、まあ、初めての感じなので、そうですね。はい。まあ、ちょっとこう、おとなしい部分も多分たくさんあったんじゃないかなと思いますが、はいはい、まあ、こういうふうにやっぱりざっくばらんにというかね、うん、みんな同じ悩みがあったりとか、その悩みどうやって解決してるのかなっていうのを言って、うん、みんなこう聞いていただいて、そうですね、なんか自分の恋愛に生かしていってほしいなって思うのと、うん、まあ、やっぱりもっと私は石塚さんいじりたかった。いやいやいや、僕いじってもしょうがない。もっといじってほしかったんだよ。あ、そうなんですか。それぞれの、ね、価値観があって、なんかこの良かった、面白かったなと思いましたし、これ聞けてなんか皆さんが前向きに、なんかいや、もう本当にそのマッチングアプリのこととかも全然知らないので、いや、めちゃくちゃいいなと思いましたし、毎年1回やってくるんですか？頑張りたいと思います。いや、ちょこちょこやってほしいですね、いろんな各地でとか。で、これまた動画上げるから、また動画見て、すぐにポケットから出てるものだから、すごいなんか、大赤字なので、でもこれからのこう今回ね、いろはさんも来てくださって、うん、こういろんな、はい、こうスポンサーをちょっと頑張ってつけて、そうですね、確かに、みんながこうここに来て話だけじゃなくて、こう普段触れないものとか、触れるとか、はい、なんか知るっていう機会もいいのかなって思います、うん、確かに。毎年、来年も必ずやりたいので、まあ、ゲストさんもいろんな人呼んで、読んでね、テーマをやりたいと思います、はい。はい、というわけで皆様ありがとうございました。恋のハンディートーク2023でした。皆さんありがとうございました。